次に19番山口正弘議員の質問を許可いたします。ご登壇をお願いします。19番山口正弘議員。改めてこんにちは。午前中ネクタイを締めてスーツを着てさて出陣と構えましたけれども、まあ諸般の事情によりただいまになりました。そういう中でですね、今朝方そのある議員さんとお話をしている中で、今日は俺はその人相のうまい悪化県がネクタイとスーツは上えば着とかんば言われたとですよ、ある人から。自分ではですね、まあ可愛い顔してるかなとまあ思っておったんですけれども、まあそれはそれとしてですね、今日はピシッと決めて一丁らのネクタイを締めながら、一般質問を始めたいと思います。まず、今回の一般質問の中身として、指導のことについて1点、そして2点目が福祉、特に老人福祉について、この2点を、質問をしていきたいと思います。今回の質問をですねするにあたっての、その指導の路線をその質問するにあたっての、私のそもそも この理由になったのは、今回9月議会で、出されております補正予算の中で、維持費の2000万というのがあったわけですね。その勉強会の中でこの維持費の2000万は何かと聞いたら、500万が北方町山内町の500万と、あとの1000万は何かというと、竹押し、旧竹押しのってやった、旧竹押しのって全体の旧竹押しやって、そりゃおかしかろうもんって。片方はですね、先ほどの話じゃないですけれども、片方は山内町、北方町って言いよって、その後のは旧竹押して、旧竹押して言うことは、竹押町じゃなくて、立花も全部入った1000万なんですよね。ところがその中身を見たら、旧竹押しじゃなくて竹押町なの。竹押町の1000万。それはそれとしていいんですけれども、このなぜ私がこれを取り上げたいかと言いますと、結局その1000万という金が、その維持費っていうのは全て単費なんです。この2000万全てが、昨日からルル市長が説明しておられます通り、なるだけ単費はなくって紐付きでいきたいと、補助金絡みの仕事をしたいという中でですね、わざわざその単費で1000万の金を出す、これはあまりにももったいないんじゃないか。中ならば、中袖は振られないば、振るような方法、あるいは振らなくても、なんとかできるような方法を考えなければいけないんじゃないかということで、今回の質問になったわけですけれども、市長のその辺のところを見解を求めたいと思います。倉田市長。ご答弁申し上げます。私もそのレクチャーを聞いてちょっとやっぱり愕然としました。これだけ、財源が先細る中、議員がご指摘の通り、国なり県なりのその補助金あるいは交付金を、取ってくるのが私を含めその市の職員 の役割だと、痛感をしています。で、自分のことで恐縮なんですけれども、私自身がもともと事務系の出身で、事務の方はまあまあそこそこなんとなくいけるんですが、その技術系のところがなかなかちょっと私自身も非常に複雑回帰な部分がありますので、そういった意味で、松尾さだむ議官を、設置をして、その部分の私の足らざる部分を、補ってもらおうということですので、今後そういうことがないように議官にもきちんと申し伝えたいと、このように思っております。
ょ。19番、山口正弘議員。はい。そういうことでですね、まあ、今後、その、使えるものがあれば、昨日の話じゃないですけども、昨日谷口議員さんやったんですかね、その何百かのその補助事業があると、そういうのはそがまき立ったそがしこじゃろもんという話もされましたように、その、やっぱり、なん、こう、抜けくぐいて昔で言うですね、それを使ってでも、その、なるだけ単品を使わないように、というような方向で頑張っていただきたいと思っております。そういう中で、その勉強会の中でですね、私ようわからんやったと。指導のですね、路線。指導の路線の1級路線、2級路線、その他の路線。あとですね、河川は1級河川、2級河川、まあ、市河川って言うたら知ってました。ところがですね、指導に1級、2級、その他。その、を書いたのがこれなんですね。この図面なんこれは借り物です。500円で売りますという話でしたけれども、これは借りてきました。そういう中でその、1級、2級、その他っていうのはどういうふうな、その路線、道なのかをご説明を願いたいと思います。部長。森町づくり部長。今、1級、2級、通常私どもその他の道路と3通りの取り扱いをしておりますけれども、まあ、1級道路につきましては、まあ、主要道路、国道、県道を結ぶ道路とか、そして集落が50個以上とか、まあ、一つの幹線道路の区分ですけれども、まあ、2級道路はそれ以下の、まあ、個数的には減りますけれども、集落、集落を結ぶ道路とか、そしてその他については、まあ、1、2級以外を、まあ、幹線道路以外、そういう取り扱いをしております。そして以前は、まあそういう1級2級にしとかないと、まあ補助事業で道路改築とかの対応ができないとか、まあそういう、以前は縛りがありましたけれども、まあ現在のところ、そういう、その1、2級じゃないと補助事業ができないとか、そういう縛りはないようでございます。議長。19番、山口正弘議員。縛りがないということですけれどもですね、こうして、その、実演帳等々を見ていたらですね、1級、2級、その他の道路を合わせて598キロと書いてあります。約600キロ。そこで考えなければいけないのは、その600キロの指導に対して、道路の維持管理費、昨日、2番議員が質問されてましたね。約1億円。この1億円っていうのは、実、中身の中で言えば、その実際に使う、要するに維持費として使える金。事務費を入れたら1億5000万。ぐらいあるわけでしょ。そういう中でその、約1億円しかない、その、維持管理費をですね、有効に使わなければいけないというのが、その皆さん方の考えだろうと思う。その、ここでですね、ちょっと、パネル使用を、お願いして、OK が出ましたので、ちょっと出しますけれども、いいですか、これ。これはですね、指導なんです。指導。わかりますか？幅、幅員、要するに幅員ですね。道路幅員、4メーター。これ見てください。これも一緒なん。これも4メーター幅員があるわけで。それ、この当時、なんてやったか。おかげさんで、武雄市も、舗装率の上がりました。いう話や。これは高速道路の速度なんですね。当時は、まあ今の日渡しでなかったんですけれども、
おかげさんで、その、道路の舗装率の上がった件が良かったかと思っておげ、そうではない。これの管理を誰がするのか。誰がするんですか。答弁お願いします。森まちづくり部長。市の方で管理をしております。議長。19番山口正弘議員。管理は市の方でされておるそうです。それ草払いも市でされてますか。草払いが管理でしょ。なずるって右へ行くとか管理ですか。それとも草を払うのが管理なのか。その辺のところ答弁求めます。部長。森町づくり部長。今先ほど管理しているのが他教師と申しましたけれども、まあ実際598キロの実現帳はございまして、まあ先ほど側道のまあ草が繁茂している状況を見せていただきましたけれども、なかなかその全路線に対してうちの方が草刈りとそういうのが対応しきれていないのが実情でございます。議長。19番山口正弘議員。実はですね、この道路今こうしてですね、去年の今頃緊急雇用対策事業というのがあったですね、 あって今もされております。あの人たちのですね、こんなこと一生懸命なってしてもろうて、今は退職をされておりますけれども、江川さんを先頭にそのされて、それはものすごい今のままのこの道路やったら4メーター確実に使えるね、話をしたことあるんです。その時の写真の中やって言ったぎ、業者の方には写真ば撮って、図面にピシャッとキャーって持ってこいって言いながら、自分たちがしたとやけんじて、一枚も写真ば撮っとらん。持ってのほか。ですね。そういう中でですね、こんなごて、その時私が言ったことは何と言ったかというとですね、こういう、耳に、要するに、路肩、道路が、両方ともに、U 字工があるわけですね。そこのところの U 字工のところから、2、30センチのところがです。2、30センチの間かに泥が溜まって、そこで、その、こういう風なとの根のいっぱい人は。だからですね、その時に私が、今の議官ですかね、の人に言ったことは、今、タイヤがつ、まあタイヤというのはゴムキャターですか、のついたミニバック砲なり持ってきて、これを取ったら来年は草払わんでよかくらいにきれいにして、何年かは草払わんでよかくらいにきれいになっとうよって。こういえばなんとか方法の中や、検討しますっても言うてもらえんや。普通、行政で検討しますっていうことは、まあ、検討はするけれども、市は千番だというのが普通検討します。それさえも言ってもらえん。ということなんです。そして、その結果が、これなんです。一年後。ですね。私は何が言いたいか。要するにですね、例えばその維持管理費が1億円。事務費を抜いた1億円。ですね。それ1億円の、今度はこれがですね、600キロで割ってんですか。メーターあたりいくらになる。維持管理費、メーターあたり。167円です。167円で1メーターの管理をします。
そしてですよ、皆さん方、どなたでもいいよさ。特にあの辺の、その、担当部署なんかはですね、今後このようなことがないように気をつけます。言うて、ごっと事故を起こして金払いよ。それが実情なんでしょ？いや、どう考えてもやっぱりメーターあたり167円でできるはずの中やんね。あのですね、メーターあたり167円ってこう簡単に言うばってんさ。あの草払い、この草刈りだってですね、草刈りの、その、竹押しはどうかわかりません。県の基準というよりも、県がやるときにどういうふうにやるかという、ここの、こっちの糊の上、2メーターね、2メーターなんですね。切っていくとは。そして逆にこっちの糊の下に下がったとは1メーターから1メーター50は払いなさいと。それ年2回なの。通常。それでですね、年2回っていうことは、例えばですよ、1回あたり、平米って平方メートル、1平方メートルあたりの単価はいくらの、だいたいいくらですかって聞いたり、100円ぐらいでしょうと。まあ、直行で70円。直別、直接工事費で70円ぐらいやろうという答えだったんですね。それ、70円。いくらそれ払わるんですか？知れたもんですよ。1億円で。半分、仮に、600キロの半分、300キロは払わんばやったとしたら、とても2回は払えんですね、1億円では。それだけ厳しい財政状況なんだ。それですね、そこで、また聞いた。1億5000万の工事費、要するに維持管理費の中で、そういうさって、3億、維持管理費を3億したら、どがんなと。事務経費は一丁変わらんって。いうことはですよ、3億つけていただいたら、2億5000万の工事はできますよということでしょ。約。事務経費が3億であっても5億であっても1億5000万であってもほとんど事務経費が変わらんということであればそういうことになる。お答え願いますか。森町づくり部長。そういうことになるかと思います。19番、山口正弘議員。ということでですね、なんだ、余暇方法の中とですかね、ちょっとお尋ねなんですけれども、3月まで第一線で、仕事をされてた、副市長さんにですね、こういう風な時の、金の出し具合といいますか、金の捻出方法、なんかいい方法はないか、副市長さんにお尋ねをしたいと思います。前田副市長。先ほどから上がってますように、この道路の維持管理ですか。これはもう以前から大きな問題として考えております。まあそういうことで、旧竹押しの場合でもですね、財政再建等を経験して、結局予算を削るといいますか、そこら辺がここにこう来るわけですよね。ですから、今現在、うちの方で考えてますのは、昨日も市長が言いましたが、道路のこの新設とかそういうことじゃなくてですね、道路の維持管理、維持補修、これについては重点的にやる必要があるということで、できるだけ予算が許せば配分をしていくという、意思でやっていきたいと考えます。議長。19番山口正弘議員。
前向きに考えてやっていきたいということで理解して、ひょっとすぎ来年度は、1億5000万じゃなくて、もう少しいけるのかなという淡い期待を持ちながらですね、その、この分についてはちょっと起きますけれども、その中でですね、実質1億円ですよ。要するに維持管理費600キロで。住民訴訟も1億3000万。マッチョ上やん。本当にですね、もう、ここで私が頭を下げてですね、その済むのであればもう、土下座してでも、その訴訟をされた方にですね、もうそろそろどがんじゃしょうかって、手羽引いてもらえんでしょうかって、本当に言いたいような気持ちなの。私の頭でよかれば、本当にいくらでも下げておかれ。そんくらいに恋は、この金っていうのはですね、今の竹押しにとっては、大事な大事な1億3000万なんです。そういうことをですね、ご理解をいただきたいなぁと思ってですね、もう、それこそ、ずくって首都圏が、お前ら腰はなかろうもんって言われるき、そがんかもわからんまってんが、七重の腰は八重に追ってでもですね、お願いをしたいと思いますけれども、まあそういう中でですね、市長は、どういうふうな今後のですね、こういう、このことについて考えなのかをお聞かせをお願いたいと思いますけれども、議長、福田市長、私は訴訟の、当事者でありますので、この住民訴訟っていうのは日本国民の固有の権利でありますので、その訴訟の内容について一当事者としてなおかつ市長として触れることはいたしません。しかしながらその中で外形的な要因として。平野議員さんと江原議員さんが、去る、訴訟の時の記者会見のところで、もう申し述べられました。そして、江原議員様におかれましては、先の議会で、私は、まあ、ちょっと言葉のあやかもしれませんけれども、主導的な役割を果たしていきたいという旨の発言をされました。で、そういった中で、私はそれはそれとして、ぜひ、市民の皆様方にこれを伝えたいのは、その住民訴訟っていうのは、私を訴えるわけじゃないんですね。あくまでも市役所を訴えられてる。市役所が訴えられる。で、これは市役所が、その、訴訟費用を出さなきゃいけない。その訴訟費用は、じゃあどこからかっていうと、市民の貴重な税金からこう出ていくわけなんですね。それが、最大で1億3000万ぐらいかかるだろうと、最高裁まで行くと4億ぐらいかかるということを、ぜひ市民の皆様方には、理解をしていただければありがたいというふうに思っております。そして、個人的なことを言えば、もうね、私を訴えてほしいんですよ。私を。本当に。市民病院の、確かに、その、民間委譲するっていうのは、確かに、黒岩幸男特別委員長さんが、これは何とかせないかんばいと、いうことを言われて、まあ、議会も一定の総意があってこうしましたけれども、もともとのその企画立案は、市長たる私であります。そうすれば、ぜひですね、原告団の方も、まあ、これ見ておられると思うんですけど、私を訴えてくださいと。これはね、本当に言いたいですよ。こう、市民に迷惑かかりますもん。それと、なおかつ、これ1億3000万で済まないっていうのは、これは一般的な行政の、ことなんですけれども、今、新規事業で、昨日、上野議員さんから、こう、ご質問もあって、子宮頸がんワクチンのところもありましたけれども、例えば、子宮頸がんワクチンの接種補助であるとか、竹内の公民館の新築事業であるとか、消防の一括交付金、市営住宅、建て替え事業、公共交通事業、インフルエンザ予防接種事業、がん予防事業、敬老祝い金、あるいはハリキュー福祉タクシー、出生時、そして下にこう下がっていくと、学校生活サポート事業であるとか、小中学校大規模改築事業、文化財保護事業、自治公民館の建築費等補助事業、これ全部私たちの、その私費単費が関わってる話なんですね。ここに影響が及ぶと、
いうことになりますので、この1億3000万がどうなるかというと、ここにずっと及んでくる。で、しかもこれは何一つとして特に安心安全面のところっていうのは、これを例えば2割減じてするっていうことになると、本当に施策の 100% を達し得ないということになりますので、ぜひですね、そういう意味からでも、市民の皆さんたちにこれは自分たちの問題でもあると。いうことをぜひ伝えて、そしてそれを共有をしてほしいというふうに思っています。そして私自身、住民訴訟で、市がこう訴えられてますけれども、市を代表するものとして、私たちの決断が正しかったということは、それは司法の場できちんと、9月もまた審理がありますので、きちんと戦っていきたいと。いうふうに思っております。ぜひ市民の皆さんたちにそういった理解を深くしていただくことを切にお願い申し上げたいとこのように思っております。19番山口正弘議員。ということで、なんじゃやろう、全部に影響を及ぼすことはなかろうもんっていう考えもあられるかもわかりませんけれども。すべてにおいて、それだけ1億3000万はただ1億3000万じゃないということをですね、やっぱりこういうのは市民に知らしめんばいかんやろ。我々も勉強ばせんばいかんやろ。思っております。そこでですね、いくらないと浮かす方法でですね、私は従来からもう1年以上前の一般質問だったかと思いますけれども、これ一遍取り上げたことあるんですけれども、宮本議員さんとは全然今度は逆に指導に認定していく色じゃなくて反対でですね、剣道に認定ばしてもろうてください。それは何か、指導の剣道昇格の問題ですね。これは、暮らし部ですかね、そこは。あ、まちづくり部。まちづくり部の方とお話をした中でですね、剣道武雄白石線、あそこは長島の信号ですか。長島の信号ですかね、あや。そして、指導がその信号のとこから右折れして、溝の上線が登ってるわけでしょ。あの道路、要するに剣道武雄白石線の、を起点とした、どっちが起点かわかりません。剣道大久保武雄線。この道路との結び点の溝の上線ですね。この溝の上線ば作るとき、その当時、おそらく、松尾議官なんかも、まだ、和光してバリバリでおられたと思うんですけれども、この道路っていうのはですよ、武雄白石線を認定する前に作ったわけですよね。そしてその時、武雄市の考え方として、この道路っていうのは、剣道にいかんば先主位さというのを前提のもとに、あの指導っていうのは作ったと思うんですけれども、いかがなもんでしょうか。森町づくり部長。そういう議員さんおっしゃるような経緯で、その水の井線の道路改良が進められたかと思います。議長。19番山口正弘議員。ですね、おそらく皆さん方、ひょっとするとあれ、剣道じゃろうと思うとさ、かもわからん。なぜかというとですね、あの道路を通ってみたらわかる。歩道もピシャーッとしたその追悼ですね。大久保武雄線の、焼き山の、大坪採石さんの右側に登るところまでは歩道追悼です。あれが上は、はい、剣道大久保武雄線なんですけれども、まだ歩道も何も追悼な、街道も、住んでないですね。あの道よりもですよ、溝の上線な立派なもんです。
その1年か1年半前にその一般質問したときに、これは県にお願いはせんばいかんやろうという話をしたとき、その後ですね、もしその県の方にでもですね、その話のハの字でも持っていかれたかどうかちょっとお尋ねをします。森まちづくり部長。今、指導水の根線の県道昇格の話が出ておりますけれども、まあ、平成8年当時、東から上り、まあ、寺の下からですけれども、保養村、創生公園を経由して、まあ、白石町に通ずるルートということで、まあ、県道の昇格要望をしてきたところでございます。まあ、国との協議の中で、先ほど申されました長島の交差点、白石町の総裁公園を経由して、長島の交差点から国土34号線、まあ、リンガーハットとお店がありますけれども、その間の方が県道として認定されたと、まあ、国との協議の中で、そういう経過があります。そして先ほどおっしゃいましたように、その後、まあ、県の方に、県道昇格についてのご要望とは申し上げられませんけれども、しておりません。19番、山口正弘議員。ということはですよ、平成8年、今平成何年ですかね ?20?20 年。22年。平成22年。次何年前ですか。私が一般質問したとはいつですか。1年ちょい前です。おそらく。これ議事録を見てもらえば分かると思うんですけども。ということはですね、私に限らず、ここに26人の議員おりますけれども、ひょっとすっぎ一般質問で、こういうなんとかセロサーと、これは絶対武雄市にとっては、せんばいかんよっていう一般質問をしても、ひょっとすっぎ聞き流されとかわからんということですかね。そういうことでしょ?であればですね、あまりにも一般質問がかわいそうです。質問そのものが、どなたにしてもですね、議員っていうのは一般質問をするにあたっては、本当に夜は年後として勉強もしようし、前々から、この間の質問の前にも言いました通り、何ヶ月も前から資料を請求して、自分のものとして一般質問するわけ。それで質問した。平成8年にしてその後は知りません。それじゃあまりにもひどすぎる。温厚な私やったからですね、それで済んだかもわからん。他の人だったらそういうわけいかんかもわからんです。だからですね、今後、ことはどうであれ、他教師の財政の負担がいくらかでも軽くなるのであればですね、努力を作るべきだと思いますけれども、再度答弁求めます。森町づくり部長。指導水の上線につきましては、まあ、現在、まあ、産業道路、まあ、保養村への観光道路として、もう正確性が強い道路と認識しております。まあ、奇襲点も、まあ、県道に接続している関係上、まあ、県の方に強く今後働きかけていきたいと思います。以上、19番。19番、山口正弘議員。ということで、頑張ってくださいよ。はい、それでは次に行きます。福祉行政について、その中でも老人福祉についてお尋ねをしていきたいと思います。今回は老人福祉のみについてちょっと質問をずっとしていきたいと思いますけれども、これはですね、まあ、私事で非常に恐縮なんですけれども、その自分の家にですね、二人を抱えておりますので、まあ、本当にこれは切実な問題。
資料を請求しました。そういう資料を請求してですね、皆さん方にこれやりよかったですね。独居の高齢者の世帯数、これ独居中が一人住まいやけんですね。1925人なの。要するに世帯数もその人数も一緒なのね。一人しか住んどんされんけん。そうして高齢者のみの世帯、要するに65歳以上ですね、の世帯数が1509で、人数が3000と3102人。それで、その65歳以上の人たちだけで住んどんさとが、独居と高齢者のみを合わせて5027人。そして、人口がですね、武雄市の人口51,311人の中で、65歳以上の人口が12,851人。次、12,851人の中の5027人の方が、自分たち一人か、もしくは、老人だけの世帯ということになってるわけ。今後の新聞に載っとったですね、145歳ぐらいの人の竹押しにも恩されたでしょ。これ笑い事のことあばってんですね。こういう場合、これを見たらようわかるわけですよ。なぜかというと、独居老人と高齢者のみの世帯、要するにそういう中でも、まあ子供なり、何なりと一緒に生活の支援さしとは確認のでくですね。そういう高齢者のみ、あるいは独居だけ、独居老人の方がですね、恋が、この人たち、この方たちが、例えば介護認定、介護認定は受け取ん騒ぎですよ。これ、どうなったね、こっちの方は見られてもらえたね。介護認定は受け取ん騒ぎですよ。そういうには、これ確認の取るはずだ。介護人といえば受け取る案件、受け取った連盟のオンサー権がですよ。例えば、その、5027ってなっとばって、この人たち全てが、介護人といえば受け取った詐欺、把握のでくんですね。しかし、独居、あるいは高齢者のみの方、この人たちがですね、介護人って言えばどがんして受けておかえろう。わからんされんと思う。市役所に聞くぎわか。しかし、それさえも、ひょっとすっきり、行かれん、あるいはできん、っていう人たちがおられる。その方たちのフォローをするのが行政だと思うわけです。そういうですね、その5207人。そういう、こういえばですね、介護保険、よくわかる介護保険ということで、これいただいた。そういうですね、この介護保険は、なかなか厳しかったですね。認定ば送っとに。この人、こういえば民営業ですよ。例えばその独居の方の、介護認定簿を送るとき、どがんすぎよかですか。その辺のところ、まずちょっと答弁もらえますか。古賀倉部長。独居の方に限らず、介護の認定を受けたいという方につきましてはですね、まず介護の申請をしていただくわけですけれども、医師の先生のですね、診断がまず必要になるということで、先生の診断をつけてですね、申請をしていただくということになります。それから、申請をしていただきますと次に、鹿嶋市にございます介護保険事務所、ここからですね、調査をいたしまして、本人さんの状況等々の調査をきちんとするということで、その後に、認定あるいは認定できないという結果が出るわけでございます。以上です。議長、19番山口正弘議員。
はい。そういう分かっとるからね。それなんで私が独居の方はドガンス業界ですかって聞いたとは。それさえできんもんにいっぱいおんさ。ドガンしたそぎ行くですか病院に。それこそ昨日も市長から話がありました。何があったか。西川のぼりで一人のその独居老人の方が来て2週間ぶり人と会うた。竹内で10日ぶり人と会うたって言わした。いう話が昨日あったですね。そういう人たちがですね、例えばその西川のぼりの方のその例を取ったらちょっと気の毒かもわかりませんけれども、その方は、その、通れて足場怪我した。そして何日じゃ前退院してきたもんの。一週間じゃ二週間じゃ前退院してきたもんの。その後、初めて人と会ったもんね。そういう風な人たちがですね、話をしてみて、まあ、松葉杖は追悼されたい。言葉もしっかりしとんさ。もう、年から言えばもう80過ぎとん、らしたと思うです。その人がですね、例えば、介護認定は受けた。どれくらいの介護度になるごた気のすですか。その辺はちょっとだけお尋ねをしてみたいと思いますけど。古賀倉志部長。ただいま受けたまわった、状況だけでは判断ができないというふうに思います。はい、19番山口正弘議員。ちょっと行政って冷たかですね。いや、例えばですね、まあ極端な例を挙げたらちょっとあいかも分からない。まあ自分の家の言葉あぐきちょっとまたやっていうかな話になるけども、そのうちのおふくろは、何で並んでるの？おふくろがですね、90なんですね。このおふくろが、酸素吸入をしよう。そして、時々、この野郎っていうことをボケたこと言うです。そしてですね、介護認定は初めてした。酸素吸入してですね、その、時々、あらっていうことは感じのアルトバッテンが、介護、要介護やならんわけです。要支援の位置なんです。要支援の位置。それ、うちの親父、93。もういよいよ足腰立たんことない。顎と、ここだけはしっかりしてる。おいじゃなかですよ、親父。それにですね、いや、ほんなって笑い事じゃなかばってんが、それがですね、介護度の2なん、立ち切らんとに。介護度2。そういうですね、ここで皆さん方に、暮らし部の部長さんにちょっと、でも市長さんにでもお尋ねをしたいのはですね、例えば、うちのおふくろが養子縁の1、親父が要介護の2、これが仮に、ここに出ている高齢者のみの世帯で二人おったら生活ができると思われますか？その辺ちょっとお尋ねしたい。古賀暮らし部長。介護保険のまあ、サービスの利用なんですけれども、まあ、養子縁1の場合で限度額が4万9700円、養子縁の2の場合で10万4千円、それから、まあ、要介護の3ということになりますと26万7500円という、まあ、こういうサービスが受けられまして、デイサービスとか、あるいはショートステイとかですね、まあ、こういったサービスを受けられることになりますけれども、全体として、ケアマネージャーがどういったサービスの組み立てをするのかということに関わってきますので、介護保険では、まあ、そういうサービスをですね、ケアマネージャーが立てた計画を受けられるということになりますけれども、生活ができるかどうかということになりますと、介護保険だけでは、非常に難しいところがあるんじゃないかなというふうに思います。
19番、山口正弘議員。あのですね、今、そのサービスを受けられるっていう部長さんの答弁になったんですね。このサービスがですね、確かにそうです。ちょっとメガネを外す。ですね、養子縁の2の話は今、養子縁の2は、要介護の1の話はちょっとしたことですね。それはちょっと今話の中であったことですけれども、例えば、要介護の1でですね、支給限度額は16万5800円。それ20万円のサービス利用を受けたときに、自己負担のいくらになるか。次、この人はですね、自己負担の、これ書いちゃうと3万4200円と、その20万が受け当権が、それに、その、1割負担やけん、1万6580円、計の5万と780円。そういうにですね、こけ書いちゃうとはですね、施設を利用した際の食費や居住費、滞在費、これも自己負担とな。それで、恋には飯代は含まれておりませんよ。それでですね、養子縁の1でですよ。養子縁の1で、例えば、その、デイサービスに行く。1週間に1遍しか行かれんと。1週間に1遍。養子縁の1で。まあ、要介護の2になれば、あっちこっち探し、まあ、養子縁の1だって、金ば出すぎにはいかる。そういう20万のサービスを受け、例えば養子縁の2で20万のサービスを受けて行ったとする。自分の金を出しながらですね、家族には迷惑ばかけられんけんが、ということで行ったとします。その時に、自己負担のいくらかかる。養子縁の2でです。10万6400円。10万6400円。何かって言う気ですよ。国民年金ばもらいよんさ人の上限額はいくらですかね。ちょっとそこはちょっとまず言ってみてください。小川暮らし部長。加入月数がすべて、満たされた場合につきましては年額で79万円でございます。19番、山口正弘議員。年間79万なんで。年間79万。そういう、養子縁の2の方、月当たり10万6400円。ということは、国民年金をもらいよんさ人たちは、恋はいかれんっていう。サービス受けられんっていうことになるですね。例えば、要介護の1の方でさえですよ、5万と780円、プラスの食費に、それから居住費、まあ、払い容疑には、いくらぐらいなんですかね。これに1万5000円ぐらい、不行き券が、あとは、生活のできんっていうことだ。国民年金では。そこで、行政として、何ば千倍いかんやろかね、と思っての質問なんですけれども、市長どがんでしょうか。そういうふうな面で。岩田市長。この質問は今まで私が受けたご質問の中で多分一番難しい部類にこう入ると思うんですが、大きく3つあると思うんです。一つは、そういう状態を行政としてきちんとやっぱ把握をすることだと思います。これは議員さんたちのお力をもうぜひ借りたいというふうにこう思ってるんですね。
で、それともう一つが、それに応対して、例えばケアマネの皆さんであるとか、あるいはその福祉事務所であるとか、そういったネットワークを作って、行政だけではどうしても足りえない部分っていうのを、いろんな話をして、少しでもいい方法を解決をすること、これが2点目。そして3点目、これぜひ申し上げたいのは、やっぱり制度がやっぱおかしいんですよ。例えば、介護保険一つ取っても、これは私は紀藤広域圏の管理者でありますので、紀藤広域圏が決めて、それを皆さんたちにこうお支払いをしていただくということになってるんですけれども、実はそういう老健とかなんとか介護 の関連施設を作るのは、これ県知事の認可事項なんですね。ですので、私たちがと、皆さんたちの貴重な、なんていうんですかね、その介護保険料をね、集めさせていただいても、それが県知事に届かないんですよね。届かない。ですので、これぜひですね、これ知事さんご覧になられてるか、全国知事会の皆さんたちもユーストリームで流れてるんですけれども、これぜひですね、そういうその設置権者を、広域圏の管理者か、市町村長に委ねてほしいんですよ。その中で、我々はその中で介護保険料と、あと補助金とか組み合わせてこういうふうにしますっていうふうじゃないと責任がやっぱ取れないんですね。ですので、この制度上の話っていうのは、今ちょっと民主党が揉めてますので、またね、どうなるかわかりませんけれども、そういった中でそれはきちんと申し上げたいと思います。そういう意味で期待するのが公明党なんですね。もう唯一それを言ってるのはもう公明党だけなんですよ。ですので、それはぜひですね、こういう名称も出しませんけれども、その、やっぱ国政の場でもう早く与党になってください。本当に。ね。もうそれでやっぱり与党じゃないと、もう力が発揮しえません。ですので、そういう意味で、やっぱり国の問題としてこれを変えていくということで、私たちとしては、それは、現場を、やっぱりその関与する者としては、そういったこともやっぱきちんと言っていく必要があるだろうという、以上3点を、申し述べたいというふうに思っております。以上です。19番、山口正弘議員。確かに、市長の言われる通りだと思います。ですね、ここに、さっきから私見ております、その介護保険、よくわかる介護保険、申請からサービスの利用までという冊子がありますけれども、これを見よってですよ、確かにその、手厚くって言いますか、その、申請の仕方とか、なんとかある程度分かった方、あるいはその家族と住んでいる方は、なんとか、この冊子の中で、こう、できるのかなと。ただ一つ心配は、そのさっきからずっと申し上げてます通り、要するに独居の方、あるいは老人だけで住んでおられる方。ここの議場にも、もう高齢者と言われる方もお見えです。私だって来年から高齢者なん。人にばかいろいろ言われん年になっとうと。今のから申請ば収録かにあって、もう考えんでもなかですけど、あまりにも早いかなと、思っておりますけれど。そういうことでですね、この介護保険の中で、ものすごく本当手厚くサービスをしちゃう。サービスを手厚くしてありますけれどもですね、いかにせん、金の言い訳です、金。こう金のいらんぎな、例えば要介護の5夜券があって言って、すれば補助関係とかなんとかももらえるかもわかりません。しかしですね、要支援とか要介護の1、2、3までぐらいやったらひょっとしたら、特労なんか取ってくれんですね。要介護の3でもなかなか難しいところがある。それはなぜか、待機者のいっぱいおんさ。4、5の方たちの。それで要支援、要介護の2、3、1、2、3ですね。この方たちはどこへ行けばいいんでしょうか。家で見れ。老老介護をしなさい。やっぱり家の中で見よってですね、まず、要支援の2で、
養子縁の2の追って要介護の2が夫婦で追ったおらした、まず2人で生活できんねん。それを国がしなさいって言うて、できん言葉せろって言うとが 今の国なんです。私はですね、その、まあ、幸いしてうちは8人寸胴です。4世代王です。そういう中でもですね、8月の10日か11日にですね、自分で判断をして先生に手紙を書いて、私は今日退院します。自分で退院場決めてですね、帰ってきた。向かい際来いって言ったら行った。退院しますですね。そして、8月の16日やったですかね、救急車でまた行った。病院に。そういうふうな繰り返しばかりっとしようと。それが前、まあ、1ヶ月ばかりおったですね、家に。それが前が1週間でまた行った。そういうふうな繰り返しの中でですね、老老介護の出現というのが実情なんですね。そういうことをですね、今から先は、その昨日の、11番議員さんの話や、あの質問じゃないですけれども、今から先、我々を含めて、団塊の世代の人間が、老人、要するに高齢者と言われる時代になったときにですね、今から国は準備をして考えとかんばいかん、いうのがですね、私は本当だろうと思いますけれども、その辺についての見解を求めたいと思います。深田市長。もう全く同感です。で、これは、本当にですね、今から取り掛からないと、まあ、高齢化がどん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 加速度的に、また早まっていきますので、今はやっぱきちんと手を打っておかなきゃいけないということは思います。そこで、これ、知事にも申し上げてるんですけれどもね、今やっぱりですね、そういうのを、こう、家庭に厚生労働省は、お亡くなりになるときは畳の上でっていうことを、10年以上前におっしゃいました。でも、それは確かに理想かもしれないけれど、現実はそうはならない、やっぱり。先ほどの山口議員の話からもあったように、そうはならない。そういったときに、じゃあどうするかっていうと、じゃあそういう地域が、じゃあ支えられるかって、それも不可能。だとすると、やっぱりそういった施設がきちんとなきゃダメだというのが私の見解です。で、その中で、どうしても今、制度上の縛りがあります。それはまあ、介護保険料のが高くなるとかいろいろあるんですけれども、でもそれをやらないと、今、介護難民って言われてる方が、この紀藤広域圏の中でも500人以上いらっしゃるんですよね。で、あるいは、その、病院、新竹雄病院は、もう今までクソみそに言われましたけれども、それでももう早く入りたいっていう方々が、もう今発生してるんですね。そうなってきたときに、この方々たちをきちんと受け入れて、きちんとケアをしなきゃいけないって言った場合に、やはりこれからは、保育園の跡地である、跡とか、確か、例えば西川のぼりの保育所ありますよね。あれをちゃんとメンテをして、そういったことに使っていただくとか、あるいは学校の、空き教室が今後出てくるかもしれません。そういったものに使うとか、やっぱり今あるものを活用して、あるいは今、家がどん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 空き家になってる。あそこがそうでしたね。弓野が。どん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 空き家になってる。で、あそこを地域の方々、行政がきちんと入って、そこをグループホーム化するということで、今あるものを、新たに建てるのが厳しかったら、今あるものをそういうふうに転用して、活用していただくということを、今打ち出さないと、多分これは厳しい。しかし、先ほど申し上げたように、そういう認可をするのは県知事なんですね。どの県も。ですので、それを、やっぱり、地域、総務省が、今、現政権が地域主権って言うならば、その権限をぜひ、広域圏の長か市町村長まで下ろしてほしいと、いうことはぜひ思います。我々責任も負います。
ですので、そういうことで私はそういう身近なところが身近なサービスをするという本当の時代の大きな転換点になっていると思いますので、ぜひ議会の皆さんたちもそういった意味での決議等をしていただければありがたいというふうに思っている。今そういう決議がまだなされてないみたいなんですよ。ですので、それを内閣総理大臣誰になるか分かりませんけど伝えるということが私たち政治家に与えられた役割だというふうに思っております。19番山口正弘議員。いずれにいたしましても、その近い将来じゃなくてもう今来てるんですよね。この厳しいという、昔で言うそのおばすて山って昔言われたって、そういう風な時代の女で下手すぎくっとかいと思うおた感じない。もう憲法で定められる。親は子ば見らまな。あばてん、子は親ば見れては書いてなかでしょ。そういえば字で行くような、やっぱり、その政策っていうのは、いけないんじゃないかと思うわけですね。だからこそ、行政の役割っていうのは、今後、ますます大なるものになろうかと思います。そういう中で、この厳しい財政を皆さん方と共に一緒に考えながらですね、老人福祉、あるいはその昨日からの子どもの問題、いろんな問題を抱えて、その行政っていうのは今度これから先は厳しい茨の道を行かなければならないと思いますので、議会と行政一体となって頑張っていきたいと思います。これで終わります。以上で19番山口正弘議員の質問を終了させていただきます。